ディック・スミスはアメリカ合衆国のメイクアップアーティスト。ニューヨーク州ラーチモント出身。イエール大学卒業。当初は司会志望だったが、19歳の時にブックオブ、メイクアップを読んでメイクアップアーティストを志すようになる。大学では演劇部のメイクを担当していた。卒業後は陸軍に入隊し、第二次大戦に従軍。 1945年 NBC テレビが開局するとテレビ界では初めてとなる常勤のメイクアップアーティストとなる当時のテレビドラマはすべて生放送だったがスミスは出演者のフケメイクを即興でこなして名を挙げたその後映画界へと進出フォームラテックス製のマスクを小さなパーツに分解するオーバーラップアプライエンスという手法を映画で 初めて使用して、注目を集める。小さな巨人や、エクソシスト、ゴッドファーザー、タクシードライバーでのメイクが有名で、繊細で、リアリスティックなメイクを得意とした。1984年、アマデウスで、ローサリエリのフケメイクを担当して、第57回アカデミーメイクアップ賞を受賞した。黒沢清監督のホラー映画、スイートホームのメイクを担当したほか、 1992年から2000年まで、代々木アニメーション学院特殊メイク科で講師を務めた。2011年、第84回アカデミー名誉賞を受賞した。弟子に、リック・ベイカー、辻和弘らがいる。2014年7月30日に老衰で死去した。92歳没。ありがとうございます。